今回はこのようなミニチュアを使ったですね、露出について説明をしてみたいと思います。まずこちらが適正露出ということですね。露出の補正をしていないということになります。適正露出という言い方がありますけども、実際にはですね、適正露出ではなくて適当露出、適当というといい加減という感じがしますが、そうではなくて適当な露出、その再現をするときに最も適当な露出ということで、これを適正露出と呼んでるわけですね。ですので、何が適正かということで言うと、オートで露出の補正をしないことが適正露出ということではないということなんですね。これをですね、これからどういうことであるかということで説明をしてまいりたいと思います。まずですね、こちらライトをですね、少し使ってみます。このライトですね。で、今ライトを当てて、こちらからライトを当てますね。横からライトを当てるとかなり露出がオーバーに見えると思います。これはですね、露出が光によって、新たな光、この光を加えたことによってですね、こういうふうに露出が変わってきてしまうということなんですね。では実際に撮った写真で見ていただきたいと思います。左側からの真横からのライティングなので、サイドライトになるわけですけど、この状態でですね、そのままオートで撮る場合ですね、そうするとプラスマイナスゼロ、今こう出てますけども、オートで撮るとですね、今回のように露出が少しオーバーめになってしまうということですね。ではもう1枚、露出を補正した状態ですね、光が当たったことによって露出がオーバーになってしまうということですね。それを適正にするためには露出の補正が必要になるということですね。この時に注意していただきたいんですけども、人物は適正露出、適当な露出ですね、いわゆる質感が出るような露出になってますが、今度車のボンネットのドアの後ろとかですね、この後方の後ろの方はだいぶ暗くなってしまっているということですね。で、こちらの方は、さほど暗くないし、ここら辺も適正露出なんですが、次の人物の部分だけが露出がオーバーになってしまうという時に、適当露出、それは何を適当とするかというと、やはり人物が適正に出るところ、 PR の質感が出るところを適正露出と呼ぶのが、今回の写真でいう適正露出ということですね。で、当然ですね、背景の人物に合わせた時、このピントをですね、背景の人物に合わせたら手前側は露出がオーバーですが、人物的に言えば、こちらの左の人物をメインとするならば、こちらが適正露出ということになるわけですね。ただこの場合もやはり今度は人物手前側のボケが強いと、それと飛んでるということが結構気になってしまうわけですね。で、こういった場合にどうするかということなんですが、この状況で撮影をするよりも、もうほんのわずか露出をアンダーメインに撮る。シミュレートで言うとこのぐらいの感じになりますけども、このぐらいにしてですね、こちら側の露出を補正していく。言ってみればブラシなどを使ってですね、明るさを調整して均等な感じに持っていくということが、写真の仕上げにおいては言えるわけですよね。ですがやはり少し露出は全体的にアンダーな感じはしますよね。光が強いからということになりますね。かなり強烈な光が当たるとこのようになってしまうということになります。こういったように露出の捉えどころ、何が主題であるかによって露出というのは違ってくるということですね。それともう一つ、はですね、背景、露出そのものがですね、背景による影響がかなり大きいということも見ていただきたいと思います。今度はライトをちょっと外します。デタメにするとこういうふうになるということですね。で、撮った写真を見ていただきたいと思います。こちらが補正ゼロですね。補正なしで撮影した写真ということになりますね。開放3.5開放で撮ってますので、周辺光量が若干落ちているので、真ん中に光が当たっているようにも見えるんですが、これは完全にレンズのですね、周差の部分なので、実際には光は均等に当たっているんですけど、レンズの周差で周辺が暗くなるということになりますね。さあ、それではですね、これをバックを変えてみます。青であっても赤であってもですね、ほぼ同じような、色濃度になってますよね。シャッタースピード絞りも一緒ですからね。このあたりは赤、青の影響はさほどないということですね。ちょっと極端に変えてみます。まず黒バックにしてみます。青バックと黒バックの違いで見ていただきたいと思います。
青バックと黒バック同じプラスマイナス0、要するに同じシャッタースピードプラスマイナス0ですが、これはどうでしょうか。まあ、これもほぼ問題はないですよね。若干影響があるといえばありますが、まあ、ほぼ問題はないということですね。では今度は白バックです。これは明らかに違いますね。見てお分かりだと思います、同じ露出補正をしていない状態なんですが、シャッタースピードを見てください。80分の1まで変わってます。30分の1だった露出がですね、80分の1まで変わっているということですね。まあ、当然その分暗く映るということになりますね。で、こちらはプラス3分の2ですね。プラス1ぐらい補正すると同じになりますね。今50分の1ですからね。シャッタースピードも30分の1、50分の1ですから、これも30分の1程度にすると、まあ、ちょっと違いはありますが、まあ、ほぼ近い線になるということですね。これで30分の1程度の明るさということになりますね。となると、まあ、同じ露出と、ほぼ同じ露出で映るということですね。ここで、お分かりになったと思うんですが、青のベースの露出、青バックの時の露出に、この白バックも合わせていくと同じような明度で映るということになるわけですね。じゃあ今度はですね、もっと極端にアップで撮ったもので見ていただきたいと思います。クローズアップした状態で見ていただくとこんな感じですね。こんな感じで映ってるんですけども、白バックなんですけども、中央部分、割と中央部分の近い部分にですね、色のものがありますので、反射輝度の標準的な反射輝度のものがありますので、露出を補正しなくてもそんなに問題はない。ところがですね、音で撮ると露出補正をしないとこのようになるわけですね。でこれをですね、露出補正量0ということになってますが、マニュアルで撮影をしてますので、こちらですね、マニュアルで撮影をしているので背景の影響は受けないということになるわけですね。同じ背景で撮ってもですね、絞り優先で撮るとこのように、まあ、露出補正0ということなんですが、露出補正をしないとですね、全体が暗くなってしまうということですね。ですのでこちら30分の1で適正露出ということになってますね。マニュアルで30分の1適正露出で撮ってですね、こちら白バックであってもですね、マニュアルで撮影すると背景の色の影響を受けずにですね、同じ明るさで映すことができるということですね。ですので同じ30分の1、3.5 で撮影をすると、こちらもまたこちらも同じ明るさで映るということになります。今度黒バックの場合どうかということですね。これもマニュアルで撮っているので30分の1、3.5、 さっきの白バックと同じ露出ですよね。で、こちらも30分の1、3.5、 黒バックも白バックと同じ露出で撮るとですね、こういうふうになります。ちょっと比べてみましょうか。こちらの画像と、はい、いかがでしょうか。30分の1、3.5、 同じ30分の1、3.5 ですが、白バックであっても黒バックであっても、まあ多少の明るさの違いはありますけども、ほぼ同じで映るということですね。露出というのはどういう影響を受けているのかということで理解をしていただくと、これから撮影をするとき、マニュアルで撮影するにしてもですね、オートで撮影するにしてもですね、このあたりの知識があると撮影の状況によってですね、変更することができると思いますね。今回の内容はですね、ちょっとややこしい感じがするかもしれませんが、この理屈が分かってくると写真の露出のコントロール、そしてそれが仕上げに影響をどれだけ及ぼすかということも分かると思いますので、ぜひともですね、繰り返しご視聴いただければと思います。また今回の内容をですね、より詳細に今月のニュースレター、2020年7月のニュースレターにで、実際の風景を使った時の露出の出し方ということで解説をしてまいりたいと思いますので、ぜひともホームページでメルマガ登録をしていただいて、ご視聴いただければと思います。ホームページ、私のホームページのですね、メルマガ登録というところのこの黄色いベースのところですね、この部分にですね、メールアドレスを入れていただいて登録する、これだけでメルマガ登録が完了されます。ぜひとも登録の方をお願いします。